こんにちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーでスイートピーの花を作っていこうと思います。昔ね作ったんですが、ちょっとあの出来もね納得いかなかったので作り直します。はい、28番の白地ワイヤーを 1.5 センチゲージに2回巻きつけてねじって、片方のワイヤーを溝に沿って、通して引っ張り上げてねじって留めます。で、次がですね 2.5 センチゲージですね。で、3.5 センチゲージといくんですが、ここは1枚1枚花びら作って2枚でこのように輪っかを作ってねじって留めます。で、3.5 センチゲージですね、こちらも同じようにくるくると 2,3 回ですね回していただいて、もう1枚ですね 1,2 と回していただいて、よっこいしゅって1枚目を挟み込むようにしてワイヤーをねじって留めます。はい、でこれねちょっと細いですが、輪っかがちゃんとできているので、丸やっとこなどでしっかり輪っかを、ここねちょっとね細いですけどぐっと広げて輪っかをちゃんと作っておきましょう。こんな感じですね。で、スイートピーの花なので少しですね根元を寄せて、で重なり部分を作ってからフリルをねしっかりめに、指でねこれはやってしまっていいと思います。ひらひらとした蝶々のようなね、可愛らしいお花作ってください。で、片方のワイヤーをどちらかのね、ワイヤーに、このように沿ってね上げていただいて、重なるようにちょっとして、あまりねワイヤー上げたのが目立たないようにして、この重なり合ってる部分の終わり部分ですね、ここを、くるくると何周かさせて止めます。そうすることでねこんな形のお花を作ることができます。はい、こんな感じですね。で、リップするときはもう少し開いておいた方がいいですね。どうしてもね近すぎると、リップ液がねくっついてしまうので、こちらのね最初に作った 1.5 センチゲージの方も同じようになんですが、こちらはねもうね重なるというよりももうほぼほぼくっついている、下部分はくっつけているって感じなので、片方のワイヤーでねぐるぐると止めてしまいます。こんな感じですかね。で、余分なワイヤー切ります。で、ちょっとね形を整えてあげて、まあこちらはボートみたいな形ですね。はい、で、ちょっと飛び出してたワイヤーがあったので押さえつけておきましょう。こんな形にしておきます。もう一つもね同じですね。先ほど2個目になるんですけれども、同じで根元を少し丸い部分ですねに沿って、形作ってから上に上げて、で重なり合う部分を作ってあげて、こんな形ですね。で、片方のワイヤーをと思ったんですが、ちょっと短かったんで、そういう時はねこの切ったいらないワイヤーなんかでここのあたりですね、2個目もねそんな感じで作っていただいてもいいです。とりあえずこの、重なってる部分の最後の上の部分ですね、ここをしっかり留めておきたいので、別ワイヤーなどでキュッキュッと縛っておいてしまっても大丈夫です。こんな感じでね何周かさせてあげれば止まるので、こんな感じで作っていきます。これもね少し開き目にしておいた方が後々ねリップした時にくっつかなくていいので、で組み立てとしてはこうなりますね。これ向き大切です。一番真ん中の部分ですね、こうなって、で、あとはですね、額を作っていくんですが、今回ね5回回してこんな感じで、作っていきますが、どうかな、作った感想としては輪っか作る方が綺麗に仕上がるんじゃないかなとやった感想としては思うので、まあどちらでもねいいんですけど、こんな感じで先端尖らせてから開いていきますですね。輪っか作ってしまえばね通せるんで、その方がねやりやすい方はそうしてください。で、こんな感じに広げておいて、最終的にはこんな感じで後ろにくっつけてフローラルテープで留めます。では、葉っぱもこうですね、葉っぱの方は、適当に適当にですね 3.5 センチゲージで作りました。一周作ってね葉っぱ型に広げるだけなんで、まあその辺は手額ですね。あと、
28番のワイヤー半分ぐらいに切ってくるくる、竹串に巻きつけてちょっとね広げておいた方がいいです。これねこのくるくるコイル型にしただけだとねディップした時にちょっとあれなのでもう少しビーンと広げてディップしましょう。はい、こんな感じですね。これがねまあちょこちょこっと出てるとまあ豆か植物らしい感じですかね。今回はね色チリーレッドと、ホットピンクか混ざったやつでディップしていきますが、お好みの色でねここは、やっていただければ大丈夫です。クリアでディップしてストレスナーつけてお好みのねマニキュアなんかで塗っていただいても綺麗に仕上がるかなと思います。でつけたら先ほども言ったようにちょっと開き目にした方がねうまくディップできるかなと思います。で乾いたらねストレンスナーつけてしっかり振り落として、乾燥させてください。はい、で乾いたものがこちらです。こんな感じでねちょっとやっぱりくっついちゃうところは多少ありますのでできるだけね広げてやりましょう。で目打ちで穴を2つ開けていきます。 3.5 センチと 2.5 センチのところですね。こんな感じでワイヤーをね少し減らしておきましょう。2本あるものは1本に。でここは額なんですが少し本体に沿わせるように少し寝かしておきます。はい、これ向き気をつけてくださいね。ボートの方感じで上に来るようにしてあげて通してあげます。でここも音切り忘れたと、1本に減らしておかないとモコモコしちゃうんでね。でここはねじって止めます。でここをね一旦フローラルテープで留めておきましょう。ちょっとね白いワイヤーが目立ってしまうので。で形整えてからこの額をですね、くっつけて一緒につけてあげますが、やっぱりちょっと浮きがねできてしまう、まあしょうがないんですけどね、見えるんでそこをねどうするかなという感じですね。でこれでまあ一つ花できるんですが、いくつか作ると思うので、こんな感じでね、2.5 センチゲージで、作った花なんかをねつぼみ代わりにこんな感じちょっと咲きかけてるといったような感じでね使うこともできるので、まあ、いくつか作っていただければなと思います。 2.5 センチのそうですねゲージパイプとあと 1.5 センチもね少し作ると本当に咲き始めたばっかりのつぼみみたいな感じになるかなと思うので、その辺もやってみてください。その時にはね、額をね、数作り忘れないように、額はね、ちょっと多めに作った方がね、いいかもしれません。はい、こんな感じですね。で、葉っぱの方なんですが、こんな感じでまあビヨーンってなってるのと、この画像を撮り忘れたね 3.5 センチゲージで作ったものですね。ワイヤーはねグリーン28番ですね、いつも通り。まあそこら辺はねお任せしますが、特にまあ丸1個作ってね先端尖らせるだけなんでそんなに難しくないかなと思います。で2個をセットにして、まあ、その間からねピョーンと伸ばしておきますか。これ、まあ、長さはお好みなんでね。でこんな感じにたくさん今回は作ってしまいました。先ほど言ったねつぼみですね、こんな感じで。でワイヤーは、まあ、細めの26番あたりでいいですかね。そんなにね、スイートピーの茎って、まあ頑丈というわけではないと思うので、まあ、これくらいの細さでもいいかなという感じで、まあ、この辺はあとはね適当に、お好みでね、組み立てていっていただければいいんですが、まあ、今回はね3本ぐらいに分けようかなと思って、ちょっと花と花の間隔近かったかなという気もするんで、もう少し離していただいてね、その分長さが出てしまうんで、まあ使い道ですね、後々どうしていくのかと、寄せ植え風にアレンジしていくか、といった感じで、まあ、お好みでねやっていっていただければいいんですが、おっと前額を巻いた後にねフローラルテープを巻き忘れているということに今気づいたのでちょっと巻いてましたが、はい、こんな感じでお花自体はね互い違いに、茎につけていっていただければいいかなと思います、はい。でさらによいしょ巻き終わったら、まあねこんな感じで少し花の位置なんかも調節してみてください。で3本作りました。今回はね少し茎もねまっすぐじゃなくてね、指をこうって形をね作っていただいて自然な感じにね、まあ、少し曲がってたりとかするとねより
本物っぽいかなと思います。まあ、葉っぱこの辺にね適当に、ご自由につけてみてください。はい、こんな感じでスイートピーの花、待って1年前ぐらいよりはうまくできたかなと思います。ご視聴ありがとうございます。